おととい、石狩市の海水浴場、アソビーチ石狩は海開きを迎え、安全祈願祭が行われました。あいにくの曇り空でしたが、待ちわびた人たちが早速水遊びを楽しんでいました。ちょっとまだ冷たいですけど、まあでも楽しい。連れてきて本当良かったです。大喜びで。本格的な海水浴シーズンを前に、海上保安庁などは昨日、人が海で溺れているという想定の救助訓練を実施、民間のライフセーバーとの連携を確認していました。海水浴で特に注意してほしいのが離岸流だといいます。これは離岸流の流れを検証した映像です。砂浜から緑色の線量を流すと、どんどん沖へと流れていくことがわかります。道内の遊泳中の事故の約9割が海水浴場以外の場所で発生しているというデータがございます。また岸から沖に流れる離岸流という強い流れがあります。こちらにはまるとですね、逆らって岸に戻ることは、ほぼ不可能な状況となりますので、もし万が一はまったら、岸と平行に泳いでですね、その流れから外れる、そういったことを注意していただきたいと思います。水辺に潜むリスクは他にも。札幌市内のプールには水着ではなく私服姿の子どもたちが。はい、じゃあ浮いてみましょう。よーいどん。万が一服を着た状態で海や川に転落した時の対応方法について、子どもと保護者を対象にコーチが指導しました。服が重かった、泳ぎにくかった。一体どれだけ動きにくいのか、記者の私も体験してみました。まずはこの状態で浮いてみようとしますが、終始漕いでいないと沈んでしまいます。水を吸った服が重く足から沈んでしまうのです。そこで役立つのがレジャーでよく持っていくペットボトルです。体がマスク首元で抱えると、私は泳ぐのが苦手なんですけど、これなら私でも呼吸しながら浮いて待つことができそうです。ペットボトルが2本あればさらに安定するほか、空気の入ったビニール袋、クーラーボックスも有効で、服を着た状態でも十分水に浮くことができます。子どもたちでまずは水場に近づかない、落ち着いて浮くということを心がけてもらいたいと思います。我が子なので行きたいっていうのも分かるんですけれども、まずは119番に連絡をするというのが先決かと思います。これから夏のレジャーシーズンが本格化する中、安全管理をしっかりすることが楽しく過ごすポイントです。